半間岩先生、脱毛ね、2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。現在ゼルトレーダーは FX 統一になってます。で、投資ってですね、下がった時ですね、何品は打たない FX は1個だけということが基本です。で、スピナーがこう落ちてもまた下がることがあるんで、こう上に上がるような横がある、ね、ラインとして投資します。これはそうですね。で、ここでね、2000円以上外れたわけですけども、変わってないということですね。ひげ剃りだからで、ごめんなさいね。レーザーダーツもですね。レーザーダーツも。シャワー浴びてきました。こちらの方はね、撤収なんで動きません。それでこれですね、これザクザク上行くような感じだけど下にまだ落ちる可能性があります。で、必ずこういうね、ドーンと暴落してから取引を考える、暴落してから取引を考える、ね、高騰してから考えるとかね、そういう感じが分かりやすいですね。一度暴落してると、次暴落が少ないっていうことです。ね。さらに行きますけどね。ことありますけど、そういう意味でね、区切りになるんですね。あんまり大きい暴落はダメです。ね。ちっちゃい暴落ね。バイナリーオプションダメね、今。1604点で、マイナスです。ダッツもね。あとヒゲ剃りしていたら楽なのね。楽なのです、これ。電池なくなってきたかな。で、こういった起こったときは、失敗したときはね、あんまり利益食いをしないということですね。ですから、これね、モディファイは100ぐらいにしとくんでしょうね、これ。まあいいかな。モデファイを保護メガネね、これを200ぐらいにしておきましょう。
らこんな少なかったな。すぐやっちゃったな。ちょっと間違っちゃった。だいぶ間違ったな。300ぐらいですよ。ね、こんぐらいにしときましょうか。失敗したんでね、これ失敗したんで読み外れた時はそうしてみましょう。通常は500くらいにしてもらえたか。ね。これ3分ぐらいですか。ということですね。これね。必ずこれ。消毒しとかないとかね、こう消毒をね、消毒用アルコール、ダメですね。さあ、というとそういうことですかね。また失敗しましたからね、大変だ。またこう4000、5000ぐらい落ちたことありますからね。この辺までありますよ。だからこの辺まであり得るね。まだ落ちちゃうと3,3,9,000とか9,000とか、これまで落ちたら12,000ぐらいですかね。落ちちゃうとですね。